こんにちは。こんにちは。真面目。チーズモータースタイルです。そんな始まり方だったんだけど、初めて聞いたんだけど。YouTube っぽくしようと。自己紹介しないタイプの YouTuber じゃなかった？あ、そうか。うん。はい、まあいいけどね。今日は何ですか？今日はバイクを明後日のサンタバーバラでするあのチョッパー。フェスト、フェストデビットメンチョッパーショーね。デビットメンチョッパーショーに持っていきます。はい、イエーイ。日曜日です、はい、意気込みをどうぞ。意気込み、はい、初チョッパーショーエントリーどうですか？いいですか、うん、お気持ち。気持ちは楽しみです。楽しみです。一等賞取ります。一等賞とかあるんでしょ？だって多分スポーツスターの、うん、あのカテゴリーの賞があると思う。それから出るかな、知らんけど、うん、まあね、土壇場でね、うん、シート変えてね、うん、フェンダーを動かしてね、シシバも曲げてね、フロントブレーキついてないね、うん、私は何もしてないです。間に合うか間に合わんかは、うん、俺次第、うん、そう言わんでいいけど。本当？それは言わなくていいけど、うん、そんな感じです。はい、はい、どう？どう？出来上がる感想はもうそろそろだけど、うん、レジストも入れてね。うん、レジストも入れた、うん、なんでもう乗れます。うん、とはフロントブレーキだけか。フロントブレーキはつけてください。なくても乗れるけどね、うんうん、乗れるけどさすがに初心者はちょっと泣いて危なくない？危なくね、危ないけど、まあ、飛ばさんかったら大丈夫だと思うけど、うん、つけてください。はい、はい、そんだけ、うん、他は？他、うん、他はビッグニュースがあります。よーっ、おっと、もっと出たよ。いきなりビッグニュースあるよ。重大発表。重大発表します。サムネ使うな。6月の20何日かにあるボーンフリーにこのバイクを持っていきます。えー、まあインバイトビルダーとかじゃないでしょ。じゃない、うん、じゃないけど、あのベッキーって女の子、あのハーレー有名な女の子がいるんですけど、スポンサーがついてるね。スポンサーついてる。でなんかそのアクセルハイドアウトっていうなんか女の子たちだけのなんかブースみたいな、うん、私去年見てない。去年からある。そう、去年からある。だからその女の子バイカーたちのなんかブースがあって、でそれになんかバイク持ってこないって言われたから持っていこうと思います。すごいじゃん、何のアピールもしてないのに。ね、何のアピールもしてない。俺のコネだけで。コネだけで。あんまコネないけど、うん、全然仲良くないでしょ。仲良くない。うん、去年のテキサスのボンフリーになんか募集してたから、あ、じゃあなんか会えてないかなと思って聞いてみたけど、うん、その時は多分人がもう決まってたっぽくて、今回はベッキーから連絡してくれた。いいじゃん、うん、持っていく、乗っていく、乗っていく、うん、で行こうかしら。乗ってったら乗って帰るのかな。乗ってったら乗って帰り、まあ、1時間半ぐらいじゃこっから、うん、あ、でもあれでしょ、2日間置いとかなかな。うん、なんで、うん、なんで、いいじゃん、2日間置いてったら1日募集もできる。あ、いやいや、俺はあの多分サプミントブース借りるから。車で買った。もちろん私だけバイク行くの。そうしたら、え、そんなことできる。そんなもんやで。そう、うん、あの道中取ってあげる。誰か一緒に走ってください。はい、佐藤さん来てくれんじゃん。あ、そう、佐藤さんもお願いします。佐藤さん一緒に走る。師匠もお願いして。師匠もお願いします。誰も見ないで囲ってください、私の守らせる。
何様はい、はい、こんな感じです。いいですか。はい、なんで私は頑張ってこれからインスタグラムを更新しようと思います。よろしくお願いします。はい、フォローしてください。はい、お願いします。はい、はい、じゃあまた。じゃあまた。はい、バイバイ。お願いします。バイバイ。